川口の戦いに勝利を収めたのもつかの間、反信長勢の東の頭目だった上杉謙信が死去。信長はさらにその勢いを増すこととなる。追い風に乗る秀吉は播磨より軍を発して中国方面への進撃を開始。先の戦いで元就に対抗した秀吉の軍師官兵衛と半兵衛もまた元就との再戦に闘志を燃やしていた。元就は秀吉の進軍を阻止すべく迎撃。両軍は神月城で衝突する。はあ、ゆっくり休む暇もあれしないよ。第3話、神月城の戦い。この戦、歴史に残るかな。隣で地固めする前に攻めて気をってからに急げ。敵よりも早く砦に陣取るんじゃ。地の利を得たいのは我らも同じだ。砦を抑えるぞ。これで2つ、もう一つは砦を確保したいところだ。進め！先に取らなくなったか。勝利もやるよ。さて、布陣はこれで決まりだ。戦を始めよう。我らは軍を北へ進めましょう。立花を引かせれば勝利の戦意をそげるだろう。水谷、今日だ。立花の大将を撃つんじゃ。秀吉軍団の実装攻撃はいいかもしれないね。謙信公が生きていれば織田を東西攻撃もできたが、今となっては先の戦勝もやはり死ぬ。でも敵は引いてくれないわけですが、大殿にばかり働かせては心苦しい。私の手でも死に族内のクズは秀吉様の邪魔はさせんよ。また随分な言われようだね。終わりか。切れ者なんだろうけど、年上は立てておくべきだ。変な神殿の横落ちじゃ良くないだろ。激戦になってまっとる。さすがに兵が命を散らすような戦は続かんわ。うまくいかない。進め。
2000年生まれるのが遅かったね。ヒデオス様は昔俺の全てを拾ってくれたか。そのヒデオス様を支えるのが今の俺の全てだ。おじい、感謝いたしますぞ。これはどうかな。純粋な忠誠心の塊だね。あっぱれあっぱれ。歴史上あの手の忠誠心はいい方に働かないけど。では言う、長橘の戦に横やりは無用だ。秀吉の若手に何で名将者を敬わないかよ。でも作詞元では予想してた一言でしょうか。今なら橘宗茂を攻撃できるかな。宗茂が敗れれば味方が東西に分断されかねないよ。利用しやすい。裏を返せば信用に足る男だ。この子なら自分の国を任せてもうまくやれる。お見事。これくらいどうということもないよ。君の軍略は無駄がないね。慌てさせられるよ。俺にはあんまり時間がなくて。今後頼む。君無事です。だらだら戦うよりは寝てたいんだよ。真っ先にテルモトを狙うとはひどいが現実的だね。秀吉はサリトテワのものだが、やはり天下は無理かな。彼の下には人材が集い、忠誠心も揺るぎないけど、所詮彼個人への忠誠に過ぎないのが弱点だ。彼なき後、むしろ彼の天下を壊す要因になるだろう。上杉謙信の死で織田に対抗しうる勢力は消える。芸がバタバタ戦を進めた天下の様がある。君の言うことは実に多くの人よ。信長の子、ここで果てるわけには参らぬ。
着条件変更。老人相手に手加減なしか。常識にとらわれない行動は野村が取った。だが野村が取ったのは明らかにやり方が違う。何を倒しても勝たなければ同じことだ。敵将を撃つより記したかったな。この窮地に使うんだ。うわ、よしっと、これで敵もしばらくは攻めてこないかな。さーて、その間は著作に励むとするか。やめておけ、世の中の害毒だ。後世はこの戦をどう評価するだろうね。